皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はメルカリの方でこのようなフルーツケーキを作ってほしいというリクエストがあったので、今回はそちらをご紹介します。もう3つとも販売して売れました。はい、3つともご購入していただいたんですけれども、以前とちょっとパーツを変えましたね。キウイの点々点の書き方だったりとか、バナナとかもちょっと変えて、こちらもバナナもちょっと変えてテカっています。これもこんな感じですね。こちらは、前と同じような感じでとっても低反発なんですけれども、もうご購入していただいたものなので失礼なので触りませんが、この間ご紹介したケーキのような触り心地でふわふわしていてとっても気持ちいいです。今回はフルーツケーキのスクイーズのご紹介でした。最近スクイーズとかたくさん作っていて、ちょっと勉強が宿題とかが追いつけていないので、もうちょっと休憩しようと思っています、スクイーズ作りは。はい、ではまだ最近作ったスクイーズがあって、販売用じゃなくて自分用のスクイーズがあるので、それはまた今度ご紹介するので楽しみにしていてください。それではバイバーイ。手ぶれひどくて申し訳ないです。